ジャングルライフの編集長山中武さんです。こんにちは。今までインタビューを何とかねしていただく機会があって、ね、ジャングルライフね、フリーペッパー皆さんあちこちで見るでしょ。えっちゃん好きなインタビューは何でございます。ありがとうございます。何の話しましたっけ。過去の作品を客観的に見れる人ではないという話ですね。多分作ってる時の気持ちと気がついたら、あ、私が考えてた以上のことを作れてたんかなって思うタイミングは、うん、結構時間が空いてからやったりする。それまではなんか作ってる感覚そのまんまなんですか。なんか、そうなん、うん、でもそんなんリリースしたらね、いろんな人から、うん、あ、今回こうですね、こうですねとかいろいろ言われるじゃないですか、はい、それでこう、なんか確認できるんじゃないですか。確認してる時って自分で感動はしないですよね、別に。あ、そうなんだ、ありがとうございますとか、はいはいはい、へーとかもあるけど、あ、つい最近、今回のアルバムに関してだと、うん、この前、コールドプレイのライブ DVD を見てて、はマイロザイロと、はいはい、めっちゃ素晴らしかった。で、すごいこう久々にこう、おえつが出るほど感動したんですよ。ほう。おえつが、しゃくり上げるほどぐぐぐぐぐぐぐらい感動した。はあはあ、なんかね、予想してた以上に紙吹雪降ってくるだけでうーみたいなのとかになるんですよ。なるほど、なるほど。で、このあと音楽の捉え方がやっぱ向こうの人と日本とちょっと違ったりするから、すごくお互い様な感じが してお互い様、お客さんと、うん、なんか最高だぜだけど、なんか応援してあげてるぜとか、なんかそういうことじゃなくて音楽だけがあってみんなすごいフェアな感じがして、ラブちゃんのことを応援してあげてるみたいなことをあんまり私お客さんにから感じたことがないというか、はいはい、上からなんかこうなんかお疲れみたいな気分でいつもこうはいはい、はい、お客さんと向かい合えたりとか、いい意味ですごく自立しながら、うんうん、みんなのなんかその後の人生の下手な顔が見たいし、それ見に来てくれてんのかなみたいな、その関係性ってなかなか作りづらいものがもしかしたら作れてきたのかなと思ったので、この前にすごい奇跡的やなと感動した。それはこの間のワンマンでそう感じた。そう、前にお話をこうやってさせてもらったのって、はい、テレパスの時、ね、あ、そうか、うんうん、だよね。だからもう1年半ぐらい前でしょ、はい、で、前作のアルバムが去年の4月でしたっけ、うんうんうん、そうです。それ以降って何してました。アルバム4月にテレパシックラウソンス出す直前に東日本大震災があって。ですよね。そうで、私はラジオの今東京 FM で毎日、はい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 、お昼の番組を生放送するっていう、そうことをやっているので、お利口さんラブちゃん、ね、お利口さん、いや、てか ちゃんとやってあるなっていう、ちゃんとしてる。あの時はやっぱ結構緊迫してて。そうですよね、うん、何言ったらいいかみたいなね。うん、で、東京ローカルの番組だったんですけど、全国ネットに変わって被災地にも届くっていうエリアが広がったんですね、何ヶ月か。で、報道の、私はアナウンサーじゃないから報道のお姉さんとかと一緒にやったりとかするようになったんですけど、何ヶ月かは結構それだけで必死でした。毎日が、うん、で、歌のお姉さん、例えば避難所で子供が寝つかれへんとかで緊迫したニュースが流れるから、どうしようかって、うん、子供たち向けになんかラジオ体操とかリトミックってやつかなとか、そのアンパンマン歌ったりとかするようなことをやりながら、声はねすごくこう安心してもらえるようにお話したり歌ったりするんだけど、私もすごくプルプルだったから、はいはいはい、うん、結構何ヶ月かはそれだけで必死でした。で、やっと曲書いたのは6ヶ月後ですもん。あ、6ヶ月後ですか、うん、夏が終わったぐらい、うん、9月頃。え、もうじゃあなんかちょっと考え方みたいなものも変わった。そう、もうあのタイミングで私のミュージシャン仲間とかもみんなね音楽やってた子が一回もうどうしですよ、音楽なんてそれよりご飯運ばなっていう気持ちがまずあって、多分存在意義を多分みんな考えましたね、全員ね。それで半年後って言ったら原発も爆発した後ですし、情報が錯綜してて、もうぐちゃぐちゃになってて。そうですね、夏だそうですね、うん、
でもその節電どうたらこうたらがとりあえず落ち着き始めるぐらいのタイミングで、だったらあれ何やったこれ何やったみたいなことでノーニュークスがわーっと出てきたけど、何に対してノーって言っていいかもわからないタイミングで「イエスイエスイエス」を書いた。ああなるほど。あれが1曲目が出る。それはその審査があって6月後に書いたのを「イエスイエスイエス」はいでした。その曲の作り方というか、はい、その気持ちを音楽に込める出し方みたいなものは、うん、それまでとは違いますの。あの時は、作品に残すために書いてなかったから、うん、ライブを私一件震災の直後にアニバーサリーライブがあったんですけど、それを東京だけキャンセルしたんですね。一個だけ飛ばしちゃった、あれをもう一回理解というかでやったんですよね。でそのライブでもうみんなもすごい不安な気持ちで6ヶ月過ごしてきてるやろうから、そのテレパシックラブソングスの最新のアルバム1曲だけじゃなくて、こんだけの激動やから今の気持ちはやっぱこう会話をするようなのは必要だなと思って、ライブで歌いたいなと思ってたやつだけど。なるほど。そっか、本当にその作品に収める云々観音ではなくて、うん、歌いたい伝えたい、うんっていう感じか。そう、あのライブだけで歌って別に二度と歌わなくてもいいぐらいの気持ちで、まあ、書いてて、おでもそういう風な作り方ってあんましてなかったから、残るものとして、ね、誰かが傷つくような言葉が入ってちゃいけないなとかいつもちゃんとチェックして書くけど、あの時は私の気持ちを書こうと思って書いてて、だから今回のアルバムに入れようかどうしようか私一瞬結構悩んでて、最初の方は、はい、そういう風な旬のものといったら変ですけど、うん、半年後の気持ちを入れていくとか、その瞬間に思って歌いたいと思ったことを作品に入れていいのかどうか、うん、いいのかなとか思ったんだけど、結局一番アルバムの中で今日が集まって、どこまで私の背景を知って聞いてくれてるかは多分そんなに知らないと思うけど、でもノーって聞くのに疲れるっていう気分は未だにやっぱあるんですよ。あ、そうでしょうね、そうでしょう。髪の毛を赤くしたのはいつなんですか？ね、だって前作以降でしょ？はい、クラシック以降ですよね。3月ちょ、うん、え、今年の3月？3月の1週目ぐらいじゃないかな。赤っていうのは必要やったんですか？赤にしようってネットで見て、あ、赤がいいと思って全然でもイメージ変わりましたよね。そうですね、多分そうでしょうね。あの、スノーラブさんのパーソナリティに近い生きやすい感じというか超楽。あ、楽。その要は第一印象がそのまま伝わるっていうことですか。はっちゃけてる女やなっていう。あ、なんか大概ざわっとしてる感じだろうなっていう入り口で来てもらって。絶対そうでしょうね。でも別に真心が普通話せたら通じたりするから、はいはいはい、その方がなんか楽。なるほど、うん、距離感とかも含めて楽です。はい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 、遠い人かなって思われるよりも。なるほど。で、その震災から6ヶ月ぐらい経って ESSS を書いたわけでしょ、うん、そこから曲作りをちょこちょこしていくんですか？そうですね、あのやっと1曲できたと思って、なんかギターは触ってたけど歌うっていうのが今別に必要とされてないような気がしてたりとか、うん、歌うんやったらアンパンマンの方を今歌いたいとか思ってたので、その時は曲作り始めて。それはそのさっきの話でもありましたけど、震災の時って音楽やってる人たちみんなが、うん、自分の存在価値というか存在意義というか、うん、何のために音楽をやるんだろうみたいなことをね、見つめ直す機会だと思うんです。はい、ラブさんはどうやったんですか？私はね、やっと行ってよかったのが大阪のライブで、はい、震災の2日後にビッグキャットが決まってて、でもそれをやるかやるか、電力がどうたらこうたらって、あの、うん、関西がどうなってるかもわからないけど、なんか送電がどうみたいな話とかも結局全然大丈夫やったんですけど、はい、こっちがやるかやらないかを決めなきゃいけなかったのが、それこそ震災の当日かその次の日ぐらいのタイミングでも発表さないかんしっていうので考えてた時に、情報が足らなくて、やるやるって言って、あの電気なくていいからやるって言って、ステージ使わない観客席のところにちょっと板のちょっとだけ台をね、あのちょっとだけ高さを作って。なるほど。でバンドの皆さんに、でもご家族ある方もいるから、皆さんにあのやりたいとは思ってるけど今一番大事なことを優先してほしいからちゃんと意思を確認させてもらったらみんなやってくれるって言って、でもリハーサルとか終わってたんだけど、
全部アコースティックに変えて、ベーアンだけ蓄電式のアンプにしたのかな。生声でやるからそれに合わせてやろう、だから外しても使わないし、新幹線で大阪に移動する2時間半の中にバンドの皆さん話し合ってアレンジ考えてくださったんですよ。らその時の大ちゃんと小畑さんと河野さんはすごい大事に思ってたんですけど、彼らのおかげでその時に歌うことができたんです。それやっとやってよかった、うん、なんでやってよかったんですか。来るお客さんも不安やし、私プロやのこんな形でやっていいんかどうか、あのそれで納得してもらえるかも分からへんけど、やるっていうことにした時に、必要とあのされてるから行くっていうのはもちろんなんだけど、やってみたらやっぱり必要だったって思うことっていっぱいあんねんなと思って、はいはいはい、なんか音楽ってそういうことかも、必要とされてるからやるっていうだけじゃなくて、うんうんうん、歌ってたら気が付いたら必要だったっていう。おお、ちょっと深いですね。なんかラジオとかもそうじゃないですか、はい、絶対にないと世の中壊れるからさ、壊れへんけど、うん、なってたらやっぱ良かったみたいなことなんじゃないですか、うん、なんかそんな感じ、うん、じゃあそこ後から考えたらあの時やっといて良かったなって、うん、っていうところだったんですね。おったら役に立つやつっていうやつにあなればいいのかな。あ、なるほどね、うん、自分なりにそこでなんか答えというか方法を見つけたわけですね。おったらええんやと、おったら役に立ったわっていう。はあ。でしかも意外に聞いたわみたいな、はい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 、ところがいいなって思った、うん、なるほど、はい、でそのイエスイエスを作ってから、はい、ちょこちょこ曲を作って作って、で曲をかけためて、で今回制作のスタンスがちょっと変わって、うん、自分で制作ディレクターじゃないですけどみたいなことを決めてやってたので、はいはい、アレンジャーさんとかあとの、ね、安原ひろえさんっていうほぼ2人で作ったんですけど、はい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 、スケジューリングとあと内容はもちろんアレンジももちろんながら楽器どうするとかバジェットどうするのって言って、うん、バジェットもやってたから完全に DIY 的な感じで。そうですね、でもやっぱ持ちは持ちやというか、うん、私にはもうやれと言われても頑張ればできることってここまでやでっていうのは絶対作品のためにはそれはキープしてお願いするところはお願いしてとかっていうのを仕切りました。もちろん早いうちにもう次のアルバムにも目は向いてたんですか。向いてました、向いてました。あの作品は絶対作ろうと思っていて、はいはいはい、どういう形で作るかっていうのだけの話だったので、その作品を絶対作りたいと思うので、うん、まあ音楽やってる人は当たり前のように作って、作品を作りますけど、はい、どういう目的というかモチベーションなんですか。作品を作る。そうなんですよ、今まさにアルバム作り終わってじゃないですか、はい、でまた次の作品のことをまた考えてるわけですよ。あ、もうすでに、うん、まあ、何年生かは知らんけどどんなにしようかなみたいな考えてて、はいはいはい、なんでやらないんでしょうね。知らんわ。なんですぐそうなるんでしょうね。なんで そうなんですかね。作りたいんですか。もう他にないんじゃないですか。こう自己表現ってこと、なんか自分が納得できることというか、やりたいこと、やっぱやりたいことなんじゃないですか一番。ああ、当たり前、うん、作って当たり前的な、うん、なんか別にね、その環境が良い悪いとか、あの例えば大きいレーベル、ちっちゃいレーベルとか関係なしなんですよ、私の中で、うん、あとはアリーナとカレー屋の2階で歌うってことはあんま関係がないんですけど、カレーの2階、はいはい、やったんですよ、奈良のカレー屋の2階。マジで。もうスペースなかったから、階段の上のなんかヘリみたいなとこ座りながらやったカレー屋さんで。最高なんですよ、カレー屋。あらあら、アリーナの気持ちよさとある種似てるぐらいの恍惚感があるぐらいの。なるほど、なるほど。なんかね、やってなんかあるんでしょうね、そういうこと。ライブもそうやし、うん、多分ね、飽きるんですよ、多分やってなかったら自分自身に。自分に飽きるんですか。自分に飽きる。あれ成長してないなって思うと面白くないですもん。そっか、定期的に作品を作ってたら自分の成長だったりこの、ね、足跡というか、うん、確認できますもん。そう、世の中がこんだけ変わってて、うん、みんながなんか良い変化みたいなのを求めたり、もしくはなんだこの選挙制度とか言って怒ったりとかいうことがあるってことは、なんか変わっていかなかったのに、はいはい、自分が変わっていかないっていうことほどつまらないことはないでしょ、多分。おー、なるほど、うん、変わりたいですか、キャパシティ2ミリ広がったとか、なんかそういうのが気持ちいいんですよ。